少し調べればいけないと思ってたんですか。どうですか。はい、ありがとうございます。私はそこに書き、一番目、はい、番組です。ここには見たことが今日初めてで、立派なものを見つけたんですけども、財団法人、日本科学総合センター、総合科学センターというところから、その関わりをしましたのが2004年に来た方でした。それ以来もつけるということになります。で、私はイギリスの歴史を知った専門でございまして、私はイギリスの社会的学習をやっていて、それから世界中に都市歴史のあるイギリスの国の、そういう関係を通して見えることがいっぱいあるということで、関係的なところに、この様々なアジア、アフリカ、特にインド、それから、ナイジェリア等々のいくつかの地域研究にも足を踏み込むということで、なんか、イギリス本国のことと、それからアジアのいろんなところのことと、両方をこう見るということと、どちらからもそのみたいに扱われながら研究してきて、特に、中国、別に反植民地、イギリスの反植民地と言われるようになった。アヘン戦争以後の中国のことに興味が集中して、グラフィックの紹介の中国における活動ということで本を書くというようなことも致しました。そういうことで、北川子との出会いは全くもって、私は自分から積極的というよりはお話が飛び込んできた。それは、その出会いまでその商談、そうなんですけれども、資料、マニュスクリプトというものを私がすごく大事にする。ですから、一次資料のそういう、ものがあると、とても、なんていうか、心を踊るというようなことがありまして、田中センターからパリッシュペーパーズというものが、段ボール箱2つぐらいのコピーがあるのを、伝説しないかというお話が来て、嬉しくなって。タバコは直接私には関心がなかったんですけれども、それ以来また利用して興味だったということです。で、間でずっと大学に入っておりまして、久しぶりに今日はこのようにお会いいただいて嬉しく思っています。その、パリッシュペーパーズというのは、パリッシュさんという人とお話しする、具体的に紹介に、アメリカンタバコという、アメリカの大きなタバコ会社から、合併したものですから、日本に来てみたので、未来経済紹介の未来吉兵衛というトップの下で、副社長というような形で活動した、その人がパリッシュさん。そのパリッシュさんは膨大な、マネタンのプログラムをいっぱい送って、それがまた残っているという素晴らしい出会いがございました。ということで、フィッシュペーパーズを分析するような形で、今日の話は進めます。で、近畿大学のマニスクリプトライブラリーという図書館には、近畿大学っていう準備が、そこで仕事をさせていただいて、職員の人からコピー機を壊したと言って怒られるくらいに先生のコピーを取りました。で、そこが終わりますと、24時間空いている大きな図書館があります。すごいですね、アメリカの図書館、大学の図書館ですから、5時に終わると今度は大学の図書館に行って、また資料をコピーした資料を読むとか、そういう生活をさせてもらって、本当にこのタバコセンターが私は感謝しているという、そういうことなんですけれども、さて、今日扱う時期というのは、19世紀から20世紀への転換期
とても激動の興味深い時期になります。で、一言で言ってしまえば、それは、世界で列強が帝国主義というような、経済体制の中に突入し、次々にいろいろな国が帝国主義国となって、非西欧、アジアやアフリカやアメリカなどを、植民地とはまで行かなくても、そこを反植民地のようにして従属の地域にしていくというような、そういう時代になりました。で、日本はどういう道をたどるか、明治維新以降ですね、どういう道を歩んだかというと、もう皆さんご存知のように、19世紀の40年代アヘン戦争で、中国がイギリスからあっという間にいろいろな形で支配されていく、そのプロセスを見ていて、日本の若者たちはどうしたら日本はそういう中国のような反従属地域のようなものにならないで済むかという大変な、やっぱり危機感を持ちながら、日本の進む道を考えた。幕末から明治維新にかけての若者たちの気持ちは、私はすごくよくわかるわけですけれども、そういう中で日本がどういう道をたどったかということが問題になります。で、転機になりますのは、1894年から5年の日清戦争、そしてその後1904年から5年の日露戦争、その、2つの戦争の間あたり、そこで日本の信徒がどういう平和国家として地道に産業の基盤を充実させ、平和な道を進んでいくのか、欧米の先進資本主義国のようにどんどんその帝国主義化していくのかというような、そういう、あれ別れの時期というような感じがいたします。特に日清戦争、日露戦争のさなかに、関心があるわけですが、今日お話しするのはまさにその時期の出来事ということになるわけで、日本の悲願、明治維新以来の日本政府の悲願というのは何だったかといいますと、それは先ほど言いましたように、欧米列強のものすごいアジア進出侵略に対応して、どうしたら独立国として日本が世界の仲間入りをして立派に立っていけるかというところにありました。で、そこには2つの選択肢がいつもありますね。軍事力に依存して軍国主義化していくような、そういう道と、平和国家として自由に世界との仲良し、貿易などを、自由貿易などを通して、人が対応していくというような、そういう道、その分かれ目のところで、日本は国民国の仲間入りをするという、そういうことになっているわけです。その転機が日清戦争であったということですね。で、ここは中国による中国侵略からの賠償金、どういうふうに使ったかというと、ほとんど大きな船であると、船艦であるとか、武器に、を借り入れに使ったということなんですね。もうここがまず、もう徹底的に重要な人でありまして、武器の大量購入ということで、軍国主義化の道、選択、軍事大国化の道の選択をしてしまったということが一つの大きな点になります。で、悲願でありました、西欧列強からいろいろ押し付けられていた不平等な扱いを何とか押しのけて、独立、完全独立した国になろうという運動が条約改正運動ということでした。で、これは、中国でも、どこでもそうですけれども、不平等条約をいろんな形で押し付けられていくので、それを取っ払うという、そういうことで、その期間なので、98年に第1次の条約改正、これは 100% 全部うまくいったわけではございませんで、ね、一部ということも書いておきましたけれども、第2次、
1911年頃でしたというようにして、どんな感じが進むわけですけれど、それが一つと、それから、それに基づいて、翌年、1899年に、特に重要なのが、完全自主権ということで、今までは、西洋列島との平等な条約の中で、いろんな、大帝国海軍を一方だけ、日本は受けないで、日本の国が、そういうのを少しずつ少しずつ変えていこうという、そういう動きの中で、安全っていうのが、一番一つ、ある意味では手っ取り早いもので、安全自主権が曲がりなりにも一部に、与えられたことで、タバコ関税とタバコの製品の関税。今までは、5%、重課税 5% であったものが、35% と 40%、これはすごい、関税ですね。こういう関税、保護関税とも言うわけですけれども、そういうものがあると。そして、先ほど言っていたので、外国の、人々の製造業の、というか、外国資本の流入に道を開いたというのが、この日清戦後の特徴になります。関税障壁ができますと、貿易、日本にいろんなものを売り込む業者にとっては、関税によって価格がまたバンとこうですね、高くなってしまうために、日本の市場に大変売りにくいという、そういう状況の中で、どこの先進国も考えたのは、そういう関税障壁を乗り越えて、どうやって今まで以上の利益が得られるかということを考えたということですね。それが、アメリカの方も、アメリカの資本主義も、両国政策によるで、進んでいきますが、そしてアジア新聞も、政府はもう開拓し終わって、これからも海へ、太平洋の向こうに、広い広い市場やら、投資先が待っているということで、アジア進出を図るという中で、タバコ業者も、ご多分を得る、ルールの継承によって、1890年、タバコの会社5つが合同して、アメリカのタバコ販売という会社を作ります。で、この会社が、発売していた、それぞれ5社ありますから、5社がそれぞれ持っていた自分たちの、いろんな銘柄、そういうものが、5% の関税で済むときには、日本市場にドドドドドドッと入るわけですね。これで、10本、4000とありましたけど、20本、4000という、データもあります。ちょっとこれは、ですから、見るようなんですけれど、当時の、人々、庶民ですね。庶民が、タバコ、お酒、6輪。1日に飲むお酒は6輪だった。4000というのはですね、そういう意味では結構高いわけですね。お酒に比べたらね。だから、6輪で一体タバコ何本ぐらい飲めるだろうかなっていうふうに思いますけれども、そうやって庶民の生活が、整えていって、日本市場に外国のタバコが、輸入関税がドーンと高くなる前の1898年に、関税省略を盛り込むために、アメリカの、タバコ会社の方が考えた、特にアメリカンタバコの、戦略は日本の、大変いい、ですね、商品を作っている会社と何とか手を組めないかということです。それが、アメリカのタバコに言われるところの、日本の
対するアプローチ、はい、次を。はじめ、はい、大丈夫ですか。岩屋商会という、皆さん、岩屋県に、天狗タバコという有名なタバコの、岩屋商会に、はじめ、これになったタバコは、提携を申し入れるんですけれど、岩屋さんは大変な愛国主義者になりまして、もう日本第一ということで、日本、そんなアメリカの大国のその資本と結構なんてとんでもないっていう、まあ、そういうことで、村井さんの方にお株が回ってきたということであります。で、村井先生紹介というのは、村井七年という方が、まあ、作った会社でありますけれども、彼は小さい頃から、養父、そうですね、義理のお父さん、文献であったおじさんのところにもらわれていって、タバコの業者であったそのおじさんと一緒に、売り歩いたり、あるいは、タバコの、ハタバコの耕作地を見に行ったりするような、そういうことでしたが、タバコについてはすごく小さい頃から慣れた、人でした。その、吉兵衛さんが、野心がいっぱいあったんですけれど、はい、タバコで行くというふうに決心をして、頑張って、新しい日本の人々の好みに合うような美味しいタバコを作ろうというふうに思うようになった。そういう時期が、1890年代になります。で、野呂子さんという良き伴侶も得て、二人協力しながら新しいタバコ、刻み方、それから香料をどう混ぜたら美味しい、みんなに好かれるタバコができるかというようなことで、夫婦ともどもに大変努力をして、あっという間に1890年はもう三代目という、素晴らしいタバコを作る、アミマキタバコです。ですから、捨てるでこう、吸うんではなくて、ちゃんとこう、それこそ、英語の辞書の紙みたいな、ああいうの、プルプルの紙にこう巻いてた、アミマキタバコで両方が切ってあって、両切り、アミマキタバコにするのを確認するようになります。で、これがまた当たりました。それから、3年後のこのヒーローというタバコ、今度はこれは、アメリカに行って、アメリカの旗箱を取り付けてきて、まあ、結構安いものをうまく日本人の口に合うように、工夫して、ヒーローを作るというような、そういうことで、で、ご来店で紹介が大変順調な歩みを始めていた。で、あっという間に岩屋の、販売額を超えるような、まあ、人気のタバコ業者になっていくわけですね。ですから、アメリカンタバコは大事をつけて、それで交渉するということでありました。で、ブライタバコの、ここに書いてあります、天然紹介の理由の東京にある、村井正雄は、英語も達者で、投資者でしたんですよね。すごい英語が達者であったり、アメリカに何度も行って、アメリカのタバコの買い付けとか、そういうことを持っていまして、そういうところで、アメリカンタバコの、代表が目をつけて、彼にまず投資を取って、ということでありまして、99年には吉兵衛自身がアメリカに行って、そしてデューク所長、そうですね、アメリカンタバコの社長のデュークと直接の話をして、それがうまくいきまして、今度は、アメリカンタバコから代表がすぐに日本に行って、そして、シャンシャンということですね。合併が成立する。まあ、そういう一冊が生まれました。はい。次の話ですね。で、これは、当時の、いわゆる、未来の考えと、企業の、この宣伝のですね、印刷されている外箱の、デザインと、この、真ん中の男の人の顔があります。これが村井さんの、顔みたいですね。私がまず、作品がかなりプリプリ撮ったのがちょっと一番その
だからその、機能、これは、ポスターですね。女性が綺麗な、若い女性のポスター、機能。それから、企業の、職場庫。職場庫は他のタバコ会社のタバコよりもずっとしっかりした感じで、それから、印刷もすごく工夫して、光沢のあるものをなんとか作ろうとする。それにはものすごく時間がかかったんです。最初はあまり光沢のないものを使っていたんですけれども、これもまた、好奇心を駆り立てるといった、いろんなサービスもつけている。まあ、私たちも昔、キャラメルの中に、こう、カードが入ってて嬉しいなんてことがありましたけど、ああいうタバコの箱の中にカードが、いろんな工夫をして、もう、その広告合戦は、下のところで、なんか出てますね。ご覧になったと思いますけれども、すごい、いわゆる、広告合戦っていうのは面白いことがいっぱいありました。次お願いします。では、その一緒だろうということを言いますので、彼らは、実行しようとしたのかということです。で、まあ、アメリカの方の方は、ね、これはおかげになれると思いますが、感染症を乗り越えるために、臨時訓練を簡単にという方法を、ゼロからは、ね、大変ですから、結局、日本で、のれんと言いますか、もうみんな世間に認められているそれなりの工夫と評判を持ったどういうところと研究することで、今までよりもっと、日本市場に入っていけるということであるで、プライベート紹介と評論で早速この回収という意味でございます。京都に由来は拠点がありますから、その京都にこの大衆が乗り込みました。この大衆は大変な、なんて言いますかね、几帳面ですね、いっぱいもう、文章を書く手紙が載っていますし、それから、まあ、よくもそうなんですけれども、ものすごくよく働く、8時半から、5時半、夜5時半、5時半以上ですね。もう本当に、よく働く人間が、彼、もらえる認定紹介の弱いところになったか。1、アメリカンタバコの日本進出が不可避だ。独力で対抗することは難しい。2番、タバコ、専売法、施工後、価格が高騰した日本産業の他タバコを研究するアメリカタバコは、アメリカ産の安い原料による日本タバコの増進との構造に立ち打ちできない。3番、輸入したアメリカ産のタバコで製造すると、でも、あなたに入手、35% の人が使われますからね。今、利益率が高い。4番、電気車と逆転すれば、電源の電源を増やすことが可能。でも、関税は同じようにかかるんだけれども、そのアメリカの、どこの産地のどういう方が安いかとか、安くていいとかですね。こういう、ものを使ったらいいとかっていうノウハウをいっぱい持っているアメリカンタバコ社と手を組むことによって、影響を安く供給できる、そんなことを考えたようです。続いてます。それに対して、先ほど言っている医療紹介からのものすごい批判がきます。で、これに対して、内部提携心配の理由は何であったかというところを。ました。まあ、上谷さんの方はもう多分言うとですね、そうやって外国の資本に牛耳られるということで、権利に反するではないか、外国主義者いわゆるね。これに対して、長吉区への意見、これは今日見たので皆さんの新聞広告の中から見たんですけれども、外資導入と工業発展の世論の体制であり、政府の方針でもある。だが、差は、
新しい 会社を設立していくのは、まさにそれに沿った運動であり、今、激しい競争に苦労する当社への平等の平等の申し入れは、村にとってなってもないこと、このですね、明らかに、その、牛耳られてしまうような、そういう関係ではない。50-50 の平等で対等の関係でやっていけるならば、こんなにことはないということなんですね。で、まあ、そうやって提供をいたしました。で、例えば、出資率も新しくできる会社が、出資率、ですね、50% ずつですね、対等ですか。ところが実際は、アメリカンタバコが 60%、未来の方は 60%。まあ、そういうことで、決して、労働の関係ではない。まあ、初めから、やはり、お金の力という点では、アメリカンタバコに負けられているというようなことが、見えてまいります。狙いの企業などの商法は、この年に成立した、自然環境、アメリカンタバコのタバコ関西。これは、アメリカンタバコが、イギリスのインテリアルタバコカンパニーと、これも確定ですよね。もうですから、そういう国際的な国籍化する合併が当時、アメリカ資本の中ではいっぱいあるので、その中の一つが、ブリティッシュアメリカンタバコたちですよね。ですから、国境の越えて、アメリカの中だけじゃなくて、イギリスとアメリカの同じ業者が来るというようなことも、頻繁に行われるのが、この時期の特徴であったということが、ここでも分かります。で、こうやって、DX とか、金社の元に、企業などの商標が、の権利が移される。ということでありますですから、ある意味では BAT の傘下に入ってしまったというようなことで、いろんな契約があったということですね。1000万円ということで、新しい会社をスタートいたしますけれども、値上げ側の土地管は、先ほど言いましたように、初夏に楽園で4万株、4発もあります。アメリカンタバコの方は6万株で、という、まあ、そういう場合ではもうすでに出だしから不平等な関係になってスタートするんですけれども、しかもアメリカ、日本の場合の村井の株の、で、ナフルの半分はのれん台だったと推定され、もうのれん台というですね、グッドウィル、良き、志というのか、グッドウィルという、農園という、私たちには何て言うかな、すぐには見るとこないようなものなんですけれども、これは、その、まあ、本番とか、それから、市場での、マーケットの占有率とか、いろんなものが、合法的に働いて、目には見えないけれども、あのブランドはいいとか、そういうもの、ですね、模型の資産、これがこののれん台というものなんですね。でこういう発想は、まあ、日本の中で、こういう形でこう合併するような時に、効いてくるようなものというような発想があったかどうかちょっと私は分かりませんけれども、のれん台という言葉が、このこれからとの合併に何度も出てくるということが、特徴のようなものです。学生成功の鍵はどこにあったかということですが、これは、なんと、アメリカンタバコが、非常に日本の市場に参入するときに、不測の事態が何か、特に、政府が、これを、葉っぱ、そして、タバコはもう、専売にしてしまった。では、次に、製造権を、政府が握るではないか。そうなった場合は、もう村井の、例えば、合併した会社の、新しい会社の先行きは非常に暗いわけです。まあ、そういうわけで、アメリカンタバコとしては、
学習するに際して非常に慎重な調査あるいは働きかけを生かします。それが以前に話した、アメリカのに駐在していた日本からの、講師でありますところの米田小村寿太郎は、まだその外交官ですね、そのにアメリカのタバコ社が相談に行きます。で、そうすると小村はアメリカの国務長官、ヘイ国務長官、アメリカは 外務大臣がおりませんで、国務長官が外交の責任を担っていますから、当時はヘイという人が国務長官、その外交を担当、その人に、日本政府への質問状を出してもらうようにしたらいいかな、そういうことで、要するに、先輩というようなことになって、どこかの事業になってしまったら、もう働く、入り込む余地はないわけですから、それがどうだろうということをきちんと抑えようという、そういうことですね。で、国務長官は、バーク駐日公使に、青木新造外務大臣に向けての、質問状を発布し、で、バーク公使は、それに、その命令に従って、青木外務大臣に質問状を送るという、そういうことです。で、ここで結局、アメリカの、それこそ、大統領の次ぐらいにと、重要な、ですね、国務長官、外交日程を担うような、そういう重要な人物に、アメリカの科学の、代表が出かけていって、そういう交渉をするということが大変なことですが、それで日本政府の青木外務大臣が、大蔵大臣の息子だ、それから農商務大臣の、それにどんなものなのかと愚心します。で、松坂の方は、タバコ製造専務、専売実施はまだ未定である、何もその2年後にやるとか、1年後に実行するとか、そういうことは何もまだ考えていないということがわかります。で、しかも、そうした場合、もしこの専売ですね、タバコ製造専売がレギュレーターたちには保証というのはどうなのか、アメリカのタバコが要求する資本を投資した資本に対する賠償はどこまでやってくれるのかという質問に対しても格闘はできないという非常に曖昧なことしか言ってくれない。で、それの方も当事障害の可能性はあるが、ぜひどうぞあとで2年後ですとかいうふうに決めることはここなんだという、そういうことしか得られませんでした。これが今ですね。で、このところで、青木外務大臣がですね、そのバックさんに、手紙を送るときに付け加えたことがあります。それは、政府によるタバコ製造業の、転売は一大事業であって、巨額の経費がかかるので、近い将来、この事業を実施する可能性があるとは考えられない、だから大丈夫ですよというわけですね。まあ、そんなことを日本政府がこんな大事業をやるのは、その数年先にすぐ実現するというものではないでしょうというようなことを伝えたんですね、手紙の際に。で、青木外務大臣にしてみると、日本に外資が導入されて、日本の産業がどんどん発展する、まあ、ピークになるということを期待していた外資導入があまり進んでいない中で、一つの突破口がそこに与えられるのではないだろうかという、どうもそういう配慮があったようです。で、後のことなんですけれども、1903年に大統領賞会に大蔵省に陳情に行ったときに、かつて、
合併について閣僚に相談した時のことがまた話題になりました。男子導入の単著なりとて、すごく称賛せられたというふうなことが記されております。だから、これは大歓迎だと言っているのですね。で、青木外務大臣はアメリカの公使に対して近き将来に産業とせざるべしするじゃなくてせざるべしの回答を与えられたいという資料が残っています。で、そういうようなやり取りがそこにあったということなんですね。で、兵国務長官はまたバック公使が外務省に訪れたときに、アメリカンタバコはもし日本の政府が専売などにしてしまったときには、実際のお金貨幣による投資と同じようにのれん料ですね、のれん代に対しても保証を受けられるのだという非公式だけれども反公式の保証を受けたということが書き残されている。で、これがですね、決定版になるわけです。もう、アメリカンタバコはですね、日本に入っていって、そして、いろいろ頑張ってやったときに、日本の、製造専売が専売局によって実施された暁にはちゃんと保証してくれる。で、保証は単に機械とか工場だけじゃない、無形の目に見えない無形の資産に対してもきちんと保証してくれる。それがの連帯に対しても保証をするという、そういうことなんですね。で、これが、聞くわけですね、後々。非公式、反公式というような、ものであるんだけれども、一旦そういう言葉が、日本の政府の、外務関係者から出された以上は、それはもうゼロにはできないということが後々に聞いてくるということです。次に行きましょう。で、こうやって、新未来経済紹介は、欧米企業として、1900年から営業を開始ということになります。で、ここに、2年半から1900年の上半期までが、この新しい会社の運命です。で、どんなデータがあったか、この数字はですね、どうという字間違えております。同じくというのですから、皆さんの、プリントのを倒していただく。どうと書いたつもりなのか、同じと書いたのに、金銀銅と言っていますが、販売量というもの、同じに販売金額円、所得金額円、配当額円、そして配当の年率のパーセンテージということで、これがですね、美術大学のライブラリーでいっぱい資料を見ているうちにですね、何もそういった、何までその時のような、もう立派な証拠なんか何もなくて、もうどうして美学が出た時に、どうして出てきて、本当に嬉しかったんですけれども、こういうのを、美術大学のマニスクリプトライブラリーが見ていらっしゃいました。で、株主総会の記録とかね、そういうのをこう丁寧に持っていけばできるものがあるんですが、こうですね、4年半の、ものができるうち、一目瞭然で見られるこの表は貴重なものというふうに私は思っています。で、この、ちょっと電子、販売金額を例とし、所得を B とし、配当を C とすると、ですね、どういう金額が見えているのか。販売額に対する所得の割合。所得っていうのは、純利益というふうに考えていますね。販売
学というのはどれだけ売り上げを上げたかということは、まあ、活動の規模というふうに考えてもいいと思います。まあ、そういうわけで活動の規模に対してどのくらいの所属の割合があったのかということが、これで計算できます。でその計算式によるとですね、ここには書いてなかった。はい、書かなかったんですけれども、結構いい割合です。本当にいいんですね。12% 程度です。1900年の時の話ですから、ちょっと悪くて 12% と、1901年、2年になりますと 17.1% というふうに上がり、1903年になりますと 17.4%。最後の年は半年なんですけど、その時は 30% にいるということで、結構堅実な歩みをしたということがわかります。それから、配当率ですけれども、配当率は、所得にいた純利益に対する、配当額の、割合ということになります。これを見ますと、純利益はほとんど 90% 以上が配当になっている。だから、まあ、こうですね、だいぶ流行して発展をしなくちゃいけないから、でそれをこういろんな新しい機械の投資やなんかに使わないで、ほとんど 94% で計算しますと、94% から、90% から 94%、まあ、かなりの額を、まあ、配当に回しているという、まあ、そういう意味では、大変、まあ、株主にとっては好都合な企業の実態が見えてきます。で、株主総会の記録が残ってるんですけれども、大変満足、みんな大変満足、大変満足、毎年のように大変満足をしているという充実が出てきて、ええー、と思います。それから面白いのはこの時に、給料ですよね、前の人たちの給料はいくらとかね、いろんなこと、ボーナスがいくらとかそういうのが全部見えてきて面白いんですけれど、すごいですね、未来研究商会の社長は、年俸で、2500円かな2500円2500円支配人が1500人かな。で、当時、徐行さんですよね、無人峠なんかの徐行さんは、1年で100円ですから、8倍にいい給料ですよね。そういうのが、村経営紹介のトップの出場だった。だから、彼らは株主でもあるけれども、株で配当ゼロでもいいのっていうような、そんなことまで、議論になっているんですね。で、まあ、配当ゼロっていうのはかっこ悪いよねっていうことで、特に、先輩、製造先輩の噂が立ってくると、日本で活動している村井先生紹介を、政府に、ですね、よく見せて、うんと、その保証を取り付けるためには、配当率でなんかがいい方がいい。ずっと見栄えをするわけですから、どうせもダメだよという議論が、株主総会の中、取締役会の記録なんかに、見えておりまして、まあ、大変面白いんですけれども、1903年あたりになりますと、雲行きが悪くなってくるというか、その、あんなに、そんな近い将来、製造する場合は、あるはずがないみたいなことを、称されていたはずなのに、もう、どん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 状況が変わってくるということが、次に行きましょう。1902年のフレームからですね、大変なことになりそうだということを、大使が手紙で書き送っておりますけれど、2003年の秋、ご社長のパリッシュから、空気系の所管の中で、新社では政府のタバコを、
政治当選の場合のお預けを受けて、新年は政府が本当に扱い、大国民が公正な価格を支払った、ご連業には1年も支払わないだろうと立てています。ということなんですね。これはですね、まあ、非常に訴訟がうんと減っちゃうということですから、中日投資を動かして、官房機関の支援の形をとり、日本政府に圧力をかけ、この問題が国際紛争の火種になる可能性があることを認証できることが、我々の原因になると口を振っています。日本政府はもう怒られていると、タバコ製造する場合というのは、もう確実なことだと。ということで、その法律を議会に出して、通過させる意向が決めてきた以上、できる限り、有利な条件で決着をつけることが可能である。どこからも大変に、そのように手がねばならない。このですね、今度のこの、ですね、あたりのことを、調べて、まあ、一つのポイントになるのは、一民間企業が政府を動かす。しかも、日本だけじゃなくて、アメリカ、イギリスの政府まで動かすというですね、そういうことが頻繁に行われていたという事実ですね。まあ、今日から言ったら、ちょっとびっくりするようなことがあったということです。11月にアメリカの長官、まだこの国務長官は来ています。アメリカに在留している中日大使です。アメリカ人の日本に駐留している、大使に対する、連携による訓練、日本の外務大臣に要請すべき保障条件を示す。一企業のためにですね、国務長官が日本に派遣されている大使に、こういう条件を述べというように、日本政府に働きかけたという、そういう指示がされているので、そこで重要なのはやはり、不動産と有形資産、村の今後の効果だけで引き込んだ、政府と村井側のから選出された公正な判定委員を双方から出して、家庭を使う。それから、信用、寺田と信用取引を決めるように、また協定価格で引き取るべし。それから、保証が、これが問題になります。ここでも、の連業として、未来障害の過去3年間の年間所得の平均の6倍を支払うべし。これすごいですね。今、2020年10月ですね。ノックバック交渉を通して、私との交渉があったことを、ね、研究せよというか、これ、さっき言いましたことですね。平和な保障を確保せよ。米国投資家への不正、公正な扱いによってもたらされる不都合な影響について、判断に正しく伝えようというですね。こういう指示が、アメリカの国務長官から日本に派遣されている講師、アメリカ人の講師に、電子で、送られている。こういう状況がここにあったということです。さて、次に行きましょう。はい。おかしかったことがあります。さて、一方、日本の動き、特に政府するような動きですが、タバコ製造船売買特区構想というものが、ここにある日本の国を、これ、知れたというんですね、お暮らし。金丸特の相談をしたというんですけれども、タバコ、葉タバコがまず存在になり、次は製造販売だということを早くから、
称していた方です。でこの室さんが、提唱して、1900年に入りますと一挙に政府の動きを発達させていると、まあ、そういうことです。やっぱりどういう人がどこのポジションを抑えるかによって状況が出ると人生の場合が変わりますね。大蔵省の優勝会議会の設置、同年2月製造分配指示の報告書を提出するが、さらなる調査が必要とその段階ではまだ言われている。で、日本自身が、これ1902年ですね、2年に欧米でイギリスアメリカを出発するというようなことがありました。で、いよいよ1903年の秋になりますと政府の転売地区法案の国会に出そうということで、具体的な、ね、こういうものですよというものを発揮し、新聞が契約書で発揮するわけですけれども、その中で某タバコ会社の世界的な事業の参加を阻止するために急ぐというような、そういう問題が見えるか、これ新聞が検討しているんですけれど、そういうことですね。で1905年の2月、もう、いよいよロシアの、先生が、帰国されるのが夏10日ですけれども、議会は国のようにもまさかが戦争している最中ですから、法案を出して十分な審議があまりしているのと、それを投資し、で3月30日に投資し、7月1日施行というようなことで、日露戦争との絡みの中で、戦争先輩が実現するという、まあそういうことがこれに入っています。で、こうなりますと、次の問題は、政府による内定定商会買収への認識ということになります。で、裏側ですけれども、住宅3年の秋、9月には、製造販売の際には、当商会の新資本金、途中で200万増資しております。この1000万で、資本金1000万で始まった、新フライテック紹介、合名株式会社ですが、2年にアメリカンタバコが200万全額を出資して、1200万になっております。だから、1200万に相当するような商品は得られなければならない。当然だ。そういう、まあ、ある種、甘い見通しを、この段階では、本当に、話が変わっている。で、政府側は、10月19日に法案説明を、一斉に発表いたします。国庫財源として、製造販売による収益を柔軟に増加できると、利点がいっぱいある。年間製造工場、対、企業の必要なものは、政府がみんな考えます。それに転用のための交付金も支給します。で、ここではその無連業という言葉が全然出てこないですね。で、まあ、こういうことが分かっていますと、ドライバーとしては、これは相当痛みが負担だと。で、まあ、タバコ業者の中では、これが大規模になった。はい、次に行きます。タバコ製造販売法、政治から、総法省へと進むことで、1904年、まさに日露戦争さなかです。タバコ製造販売法は、ができて、フライ側が主張した、年間の資本企業の所得3分の2とか、10年分とかいう、そういう、保証額の計算方法は、却下されちゃったんですね。で、大多数の製造業者が望んだ年間売上額、販売額の
南下専属の流行さんの方が採用されます。でこれはここで数字を出してきましたけれど、フライド脂肪だと犬と、所得の大きな問題、平均年間の所得150万、3年分で450万が参考になります。ところが、先代法そのものによると、平均はこれに、1年間ですね、3年間の平均年間の売り上げ単価に販売額というのは 20%。そうなりますと、1万、なんと2年分の収入となるんです。はそれで激怒すると、極めて国が立場に置かれた内側の保証による入力が進むと総理大臣が言っています。また国が日米間の政府間での最高の入力交渉が1920年4月に行われます。狙いは総会の全資産対付属品のためではなく、共同入札会社の支援を含む全資産の相当総の競技価格で買い上げてほしいということを言います。でこの共同入札会社というのは、先ほどちょっと言いましたその、タバコの、外箱の、魅力的な、ですね印刷のために、東洋印刷会社がいろんな工夫をして、新しい魅力のあるパッケージを作っているわけですけれども、その会社ですね。で、その、ぐらいの、なんていうか、会社みたいなものですが、この東洋印刷会社も、ね、保証の会社を出会うということをここで言っています。で、政府側ですけれども、東洋印刷会社の買い取りの法的根拠はない。で、村井側は、最後で、米国中日公式に除去ということで、米国のグループを通して、アメリカとイギリスの連邦政府も働きかけること。人型変異の現状が出てきて、その訓練において、中日米国に移行し、イギリス本部。今度は、小村さんが外務大臣になっています。小村が大臣に対して、未来側が正当な保障なしで、この連携で営業時間を、奪われようとしてますね。ちょっと言い方が、時間を奪おうとして、奪われようとしている。そういう意味で、アメリカ国内で、有利とする動きがあると言いたい。それから、アメリカの新聞なんかが、両立として、当選のことを日本政府がやっているという、そういう風評が立っているんだから、なんとか、この外務大臣に動くようにということですが、この時には、こんな問題が起きませんでした。というわけですね。さて、次回は、そのですね、政治交際の募集と管理というのが、非常にやっぱり世界情勢のこととしては、特に厳しいなところなんですが、1905年5月、日本政府はロンドンとニューヨークで、日露戦争の政治交際を各500万万ですね。万を取ってください。500万ポイント。これは、合計、500万、500万で、これを円に直しますと、ネットで、500万ポイントというのは、合計すると、1000万ポイント。ですから、それで10万して、円に直すと約1万ということになりますが、これを販売するということです。で、これを、引き受けた、それこそマーチャントバンカーと言われるような、
国際的な活躍をしているいくつかの紹介があるわけですが、その中の一つが、これは2番目なんですけど、風道具紹介というのがあります。で、戦時交際発行を受けた、この風道具紹介の総取り、ジェイコブ主義、ジェイコブですね、まさにユダヤ人の、ですね、大変熱心な信者だったようですが、ユダヤ教の信者でもある、帝国主婦の事務所、ニューヨークに、アメリカンタバコの社長、デュークと、副社長のフラーが乗り込んで、しかんと、まあ、非常に強い調子で、非難したんですね。何がいけないかというと、不正なことをやっている日本政府に対して、日本政府の交際発行の引き受けを、お前たちはしている。これは許すことができない。そういう、まあ、文句をつけたわけですね。で、主婦は、それを聞いて、本庁で交際発行に当たっていた高橋取引を日銀副総裁に電報で交流報道を受けているんですけど、一体どうなっているのか、問い合わせをするということですね。はい、次お願いします。日本政府からの知らせを受けて、アメリカにいる日本の講師、高橋小五郎は、ニューヨークの岸田総長に寄付と日程に面会させる。でも、主婦は納得しない。主婦に電話された覚え書きには、ここが大事なんですけど、1499年に、もういらない。99年に、青木外務大臣による、製造船売の暁には、のれんの封じるも保証するという、反公的証言。で、それを信用して、アメリカンタバコは合併に踏み切ったんだ。まあ、そのことを言ったんですわけです。で、主婦は、何か適当な和解手段を講じない限り、風道具紹介が、受けた交際の成果にも悪影が訪れる。日本政府の真偽についてもアメリカの資本家に良くない印象を与える。両国の経済関係の発展を阻害する例になると大変なものですね。もうどんどん話が大きくなっていますけれども、で、高平は人の重大性に鑑みて、これはいかんと。専売法の法律から言ったら、適用範囲外かもしれない、まあ、別会社の東洋印刷会社および、フライ商会の各支店で、それ相当の値段で買い上げて、和解の道を下げるべきだと、鑑みに進言する。進言する。で、これが、まあ、一番の危機。うん、そうですね。はい、お願いします。結局、どうなったかと言いますと、200万とか、なんとか、いろんな数字が出ておりましたが、最終的に、村井が保証額として受け取った金額はなんと1000万を超えております。1200万が資本金の総額だけど、で、それにとってかなり近い。で、最大の要因はどこになったかというと、交際発行計画との絡みです。次にも、ロンドンニューヨークで一度やっていますが、さらにね、日本政府は次の軍事交際発行の計画をしていた最中だ。これを、成功させるのに、風道具紹介の意向が非常に重要である。運動紹介が心よく、この交際発行を受けてくれるかどうか、その正義を決めるというところで、主婦の意向が非常に重要になっていく。で、主婦は、村井検定紹介に非常に、まあ、同情してくれている。まあ、そういう関係ですね。で、最終的に、どうなったかというと、日本政府による未来紹介の最高額が約1111万円に及んだというお話というか、なんかもう本当にびっくりするようなことなんですけれども、で、内訳の概要ですが、
西日アメリカンタバコ、1902年にアメリカンタバコとインペリアルタバコが、イギリスとアメリカが合併した UAD、西日アメリカンタバコ、アメリカ、大きなホテル2台の株、その他、株主へのローン、工場資産との連動を合わせて625万、工場の資産と約18万、貯蔵原料等ですね、カタバコやラム酒も含まれていますか、ね、9万、東洋印刷会社ですよね、会社の東洋、まだ別会社なんですけどね、印刷会社の9万、100万近いですね、で賞金が385万で、アホール生産になりました。で1904年の、前あと7月までの決算が出ておりましたが、8月に生産紹介があって、ご来店定紹介、では株式会社の大手株式、ニンテンドなんかで、有名の、ね、株式会社ですが、賞金1200万に相当する資産に対して、損失が約71万の出しあって、株主に1128.7万円が、ニューシアメリカンタバコの持ち株に対する保証が721万。村井一族、まあ、その、いろいろ奥さんも、子供も、親戚も、合わせて398万円で、金銭。賞金1200万に相当する資産のうち、なんとですね、50% とは言わないけれども、580万というのが帳簿上に出てまいります。これが、営業権なんとかとかっていう項目で、まさに無形の資産で、5年に対、その他の無形資産を当てていることだということです。ですから、目に見えない資産の中に、180万もあり、ただ、70万台の損失は、先ほど問題ではなかっただろうというのが、私の質問です。こうしてですね、いよいよ終わりにというところに入ります。消防署が立ち入った後、1905年10月13日をもって、村井さんの審査会は幕を閉じます。時に、村井は、なんとまだ40歳。もう、大人でね、いろいろやろうとやりたい。もう、絶好調の時期です。ですから、これが、この、企てが、幕となった後、銀行業であるとか、あとで日本上品でとか、イギリスの法師という有名な、選手会社を経験して、新しい、全選手会社を作るのが、まあ、多方面の企業活動に従事し、1916年の日本の資産家番付では21位ということです。このぐらいは1926年、62歳に亡くなっています。1899年の外国番付を、有力外国資産は、アメリカンタバコの値がスタンダードオイルであるとか、石油が出て、アームストロングというか、これは、戦艦とかですね、重工業の、兵器なんかの生産ですね、そういうものが参入したけれども、現実的に進行したアグロ革命というものは、基本的には外資に入らないで、自力で戦争されています。一応戦争の戦費の多くは、開催にされてましたが、1914年の自己入手という約20億あるんですけど、20億あって、自己入手とは約10億と言われていますが、外資の財務分は政府が加入したというね、民間の方の交代であった。だから、民間企業というところに、外国の資本がどんどん入ってくるということは日本ではあまりなかったということですね。で、2億円弱です、1900年。第一次世界大戦直前で2億円弱。
投資全体の 7% にしか言ってないと言いますね。でその意味で大規模障害の事例というのは必要なまでしてくださるということになります。特に企業の未定の資産であるの年齢業と年代の考え方など日本にとっては新しい体験であったというようなことが言えることと、もう一つはちょっとこれは書かなかったんですが、まあ、中国との対比ということを、考えますと、中国は外資が、まあ、どんどん入ってきて特にタバコに関しては1930年代の完全に、韓国の、民間のです、ね、資本、民族資本をほとんどやられてしまうというように、まあ、日本とは徹底的に違う道を歩みまざるを得ない、まあ、そういうことを考えますとこの20世紀の初頭に、まあ、日本がある意味でこの防御ですね、外国企業に日本がめちゃくちゃに荒らされるということがない、で、トライテーテ商会の新しい会社もあくまでも共同による提携というのを歌っているというあたりのところとか、まあ、そういうことをよく考えますと中国と日本のその後の歩みの違いというようなこともここから考えてくる、そんなことを思います。長時間なんです、すみません。そこまでで今日のお話です。ありがとうございました。新鮮さん、ありがとうございました。